ギデオンとはヘブライ人の獅子である。破壊者の意味で強力な戦士、または伐採者を指す。彼の物語は詩式に記録されており、その記述は旧約聖書に編纂されている。彼の物語は6章から8章にかけて書かれている。彼は信仰の人の例としてヘブライ人への手紙の中でも名が挙げられている。ギデオンは マナセ族のアビエゼル人の弱種の息子。四式における一連のパターンがそうであるように、イスラエル人は、カナン人に対するデボラの勝利がもたらした40年間の平和の後に再び神から離れ、神は、近隣諸国のミディアン人とアマレク人による攻撃を容認した。神は、イスラエル人を解放し、偶像礼拝を非難するために、 マナセ族の中でも目立たない一族から一人の若者、ギデオンを選び出した。彼自身の立場も神の命令も非常に不確実なものであったので、彼は連や互いに正反対のことが遂行されるという二度の奇跡を神の意志であることの証拠として要請した。36ギデオンは神に言った、あなたがかつて言われたように私の手によってイスラエルを救おうとされるならば、 37私は羊の毛一等分を内場に置きますから、炉がその羊の毛の上にだけあって、血が全て乾いているようにしてください。これによって私は、あなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルをお救いになることを知るでしょう。38すなわちそのようになった。彼が翌朝早く起きて羊の毛をかき寄せ、 その毛から炉を絞ると、鉢に満ちるほどの水が出た。三十九ギデオンは神に言った、私を、お怒りにならないように願います。私にもう一度だけ言わせてください。どうぞ、もう一度だけ羊の毛を持って試させてください。どうぞ、羊の毛だけを乾かして、地にはことごと黒があるようにしてください。四十シーンはその夜、そうされた。すなわち羊の毛だけ乾いて、 地にはすべて炉があった。失色六時三十六分マイナス40、交互約聖書ギデオンの十八世紀ロシアの遺恨神の命令によって、ギデオンは都市にある異国の神、バールのための祭壇と、その傍らにある女神アシェラの像を破壊した。彼はヨルダン川とイズレールの谷に野営したミディアンと、アマレクの軍隊に会うために、アシェル、ゼブルン、ナフタリの部族へ死者を使わし、 同じことを彼自身の部族であるマナセにも実施して民を結集させた。しかし神はギデオンに彼が集めた民があまりにも多すぎるのでイスラエル人は神が彼らを救われたことを認める代わりに彼ら自身の力によって勝利を得たと主張することになるだろうと告げた。神は初めに恐れを抱いている人々を家に送り戻すよう指示した。 それでギデオンはいくらかの者が立ち去ることを許可し、二万二千人の者は家に戻り、一万人が残った。それでも神によれば数はまだ多すぎた。ヨンネ氏はまたギデオンに言われた、民はまだ多い。彼らを導いて水際に降りなさい。私はそこであなたのために彼らを試みよう。私があなたに告げて、この人は あなたと共に行くべきだというものは、あなたと共に行くべきである。また、私があなたに告げて、この人は、あなたと共に行ってはならないというものは、誰も行ってはならない。こうそこで、ギデオンが民を導いて、水際に下ると、主は彼に言われた、すべて犬の舐めるように舌を持って、水を舐めるものはそれを別にしておきなさい。またすべて、膝を折り、かがんで水を飲む者も,もそうしなさい。 六、そして手を口に当てて、水を舐めた者の数は三百人であった。残りの民は皆、膝を折り、かがんで水を飲んだ。七主はギデオンに言われた。私は水を舐めた三百人の者のを持って、あなた方を救い、ミデアン人を、あなたの手に渡そう。残りの民はおののその家に帰らせなさい。四式七、四から七、交互約聖書夜中に、神はギデオンに、 ミディアン人の宿営に接近せよと指示した。ギデオンはミディアン人のある男が神がミディアン人をギデオンにお与えになったという夢を仲間に話すのを耳にした。ギデオンは神による激励と刑事のゆえに神を崇拝した。ギデオンはイスラエルの宿営に戻り、自軍の兵士たちをのおのにラッパ届きの中に隠した大明とを与えた。三つの軍団に分け、ギデオンと三百人は 敵の宿営へと進軍した。十七彼らに言った、私を見て、私のするようにしなさい。私が敵陣の外れに達したとき、あなた方も、私のするようにしなさい。十八私と共におる者が神なら、ッパを吹くと、あなた方もまたすべての陣営の四方でラッパを吹き、主のためだ、ギデオンのためだと言いなさい。十九こうしてギデオンと彼と共にいた百人の者が、 中皿の初めに、敵陣の外れに行ってみると、ちょうど万兵を交代した時であったので、彼らはラッパを吹き、手に携えていた壺を打ち砕いた。二十すなわち三組の者がラッパを吹き、壺を打ち砕き、左の手には松明を取り、右の手にはラッパを持って、それを吹き、主のための剣、ギデオンのための剣と叫んだ。二十一そしておののその持ち場に立ち、敵陣を取り囲んだので、 敵軍は皆走り、大声を上げて逃げ去った。二十二三百人の者がラッパを吹くと、主は敵軍をして皆互いに、同士打ちさせられたので、敵軍は、ゼレラの方、ベテシッタ及びアベルメホラの境、タバテの近くまで逃げ去った。四式七時十七分マイナス二十二、交語約聖書、マリアの象徴としてのギデオンの要望。一角銃を狩る受体告知による。 オランダ語の自童書から、南海なず増学である、閉ざされたそのを参照。ギデオンは、退却する、ミディアン人と二人の将軍、オレブとゼーブを追跡するために、死者を送って、エフライム人を先に、イスラエルの地に連れてきた。ギデオンと三百人は、ミディアンの二人の王であるぜ、バトザルムナを追跡した。彼が追跡における援助を求めたとき、 スコトとペヌエルの人々は断り、ギデオンをあざけった。二人の王を捕らえた後、ギデオンはスコトの人々を懲らしめ、ペヌエルの塔を取り壊し、そこにいたすべての人々を殺した。最終的にギデオン自身が自分の兄弟たちの死に対する処罰として、ゼイバとサルムナを殺した。イスラエル人はギデオンに、 彼らの王となるよう嘆願したが、ギデオンは彼らの支配者は神のみであると告げて断った。とはいえ、彼がエホードを作るために、戦利品の純金を持ち帰り、それが、イスラエル全体を再び神から離れさせる原因となったのは興味深いことである。ギデオンは、妻として多くの女性をめとり、70人の息子を持った。彼はまたそばめを持ち、 彼女は男の子を産んでアビメレクと名付けた。イスラエルにおける平和はギデオンの存命中40年間続いた。ギデオンが老衰で死ぬとすぐに、イスラエル人は再び偽りの神バールベルトを崇拝し、ギデオンの一族を差し置くようになった。東方正教会と正方教会の両方において、ギデオンの羊毛はマリアの受胎告知の象徴であり、マリアは羊毛。 キリストは、どとみなされてきた。彼は、東方正教会の聖人とみなされており、彼の聖人歴は9月26日に保たれている。また彼は、ローマ教皇の日曜日に、旧約聖書の他の義人たちと共に記念されている。彼は7月30日に、アルメニア使徒教会の聖人の小読みにおける聖なる一人として、記念されている。ありがとうございます。